こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。まずは福岡ソフトバンクホークス本田雄一選手の話題からです。1月6日金曜日、福岡ソフトバンクホークス本田雄一選手が東北楽天ゴールデンイーグルス細川徹選手、読売ジャイアンツ立岡宗一郎選手とともに嬉野庁舎を表敬訪問しました。1年間143試合、怪我をせず、乗り切れるように、まずはこの嬉野から、出発したいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。今回は第12回嬉野市成人式の話題などをお届けします。それではどうぞ。1月4日水曜日、嬉野市体育館で平成29年第12回嬉野市成人式が執り行われました。男性128人、女性133人、合計261人の新成人が出席しました。はじめに谷口嬉野市長の挨拶がありました。どうか希望を持って、自信を持って、力強く前に進んでいただきたいと思います。記念品贈呈では肥前吉田焼マグカップが贈られました。新成人代表の謝辞を佐久間貴則さんが行いました。それぞれがなお一層精進してまいります。第2部では白縫い太鼓による祝いの演奏があり、チームに関わりのある新成人3人も登壇し、会場を盛り上げました。新成人の皆さん、おめでとうございます。夢や抱負を聞きました。ビッグになります。早く結婚します。歯科衛生士になります。就職して頑張ります。こんにちは。嬉野温泉観光協会からのお知らせです。1月28日土曜日から2月12日の日曜日の期間に開催される第17回嬉野あったか祭りについてご紹介します。嬉野あったか祭りは今回で17回目を迎える明かりの祭典です。期間中は嬉野温泉街一帯で様々な催しを計画しています。今回のあったか祭りは町全体を一つの美術館と見立てた宵の美術館をテーマとしています。美術館の中で作品巡りを楽しむように、嬉野の街中を楽しんでいただく催しを計画しております。目玉の一つとしてランタン空間作品ナマズの寝床があります。プロのランタン作家三上正輝氏と数多くの嬉野市民やボランティアの皆さんによる作品です。嬉野に古くから伝わる白ナマズの伝説を会場である嬉野市体育館に表現した作品は一見の価値ありです。また明かりのイベントだけではなく食のイベントもございます。協賛いただいた病院店によるこの期間限定のあったか御膳、同じく協賛いただいた旅館によるおもてなし御膳をお楽しみいただけます。また週末には嬉野名物温泉湯豆腐の販売も予定しております。期間中は郷土芸能をはじめ灯籠作り体験や食のイベントも楽しめ、身も心も温まるおもてなしがいっぱいです。28日のオープニングでは点灯式や豆まき、白縫い太鼓が楽しめます。また2月11日土曜日は昼間は嬉野神宮で熟練の踊りを、夜は郷土芸能の夕べとして温泉区の皆様による綿舞流の披露や琉球国祭り太鼓をご覧いただける予定です。そして嬉野といえばの温泉、あったか祭り期間中協賛旅館のお風呂を半額でお楽しみいただける入浴半額券をイベント協賛金として100円で販売いたします。入浴半額券は嬉野バスセンター内の嬉野温泉観光協会交流センターで販売の予定です。
詳しくは嬉野温泉観光協会までお問い合わせください。皆様のご来場お待ちしています。今回のみんなで楽しく学ぼう手話コーナーは塩田川をバックにお送りします。今回の手話は季節です。春、夏、秋、冬、皆さんはどんな季節が好きですか？それでは早速覚えていきましょう。寒くなってきましたね。寒いのは苦手です。あなたはどんな季節が好きですか？私の好きな季節は秋です。あなたは？私の好きな季節は冬です。嬉野あったか祭りが楽しみです。それでは季節の手話の動作について説明します。左手で親指以外の指を立てて横に向けます。これで四季を表します。次に右手の人差し指と中指を立てて横に向け、左手と向かい合わせにし、右手をひねりながら上から下へ動かします。この動きで四季の移り変わりを表します。皆さんもご一緒に季節、季節、指文字も覚えていきましょう。今日はダ行です。濁音は指文字を横に動かして表します。ダ行ですのでタ行を横に動かします。ダ、アルファベットの T を表しています。これを横に動かします。ダ、字、数字の線を表しています。これを横に動かします。字、図、カタカナのつを表しています。これを横に動かします。図で、手そのものを表しています。これを横に動かします。で、ど、カタカナのとを表しています。これを横に動かします。ど、だ、じ、ず、で、ど、今回の手話は季節でした。季節の手話を皆さんぜひ使ってみてください。次回は春暖かいと指文字の馬行です。皆さんお楽しみに。文化スポーツ振興課より文化施設活性化プロジェクト使っちゃえリバティ参加者募集についてのお知らせです。リバティをいつもご利用いただいている方、またリバティにまだ足を運んだことがない方にも、もっとリバティにある機材や各部屋、舞台について知ってもらい、ぜひ活用していただきたい。若い方が舞台に立つ機会、市内外の方が情報発信をする場としての拠点づくりにしていただきたいという思いから、弾き語りバンド限定で3月25日土曜日、26日日曜日、本番に関わるリハーサル、舞台発表までをリバティがプロデュースするという企画です。この企画に参加していただく特典として、特定の約1ヶ月間のリハーサル室使用、機材一式使用、3月25、26の舞台発表に関わるホール借用、以上
すべてが無料というめったにないチャンスです。申し込み方法は、申し込み用紙に必要事項を記入の上、リバティ宛にファックス、郵送、またはリバティまでご持参ください。申し込み用紙は塩田公民館、嬉野公民館、リバティに用意しています。また嬉野市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限は1月27日金曜日必着です。なお、応募者多数の場合は抽選となっています。参加条件などの詳細についてはリバティまでお問い合わせください。この機会にリバティ使っちゃってください。個人・団体の皆様のご応募をお待ちしております。皆さん元気にお過ごしでしょうか。今回は冬の感染症予防についてお知らせします。この時期は感染性胃腸炎が流行しやすいです。特に集中して発生するノロウイルスなど注意が必要です。ノロウイルスからの感染を防ぎ、広げないためにこまめな手洗いと嘔吐物や便の適切な処理を心がけましょう。ここからは適切な嘔吐物の処理方法についてご紹介します。 1. 嘔吐物や消毒液が直接触れないように手袋を着用し、ウイルスを吸い込まないようにマスクも着用します。 2. 嘔吐物は水で濡らした新聞紙などで外側から内側に向けて静かに拭き取ります。 3. 水で薄めた塩素系漂白剤をペーパータオルなどに染み込ませ、できるだけ広い範囲を浸すように拭き取ります。 4. ビニール袋に嘔吐物や拭き取った新聞紙などを入れ、口をしっかり縛ります。 5. 別のビニール袋に先ほどのビニール袋を入れます。その後マスクを外し、手袋を裏返しながら脱ぎます。ゴム手袋を使用した場合は、脱いだものを消毒液で消毒します。 6. 内側を触れないようにして口を縛り捨てます。手袋をしていても必ず最後には石鹸でよく手を洗ってください。この他におむつを使用している乳幼児や高齢者の場合は、その都度おむつをビニール袋に入れ、ウイルスが外に出ていかないように口をしっかり縛って捨てましょう。冬の感染症から身を守るために、念入りな手洗いと適切な嘔吐物の処理を行い、この冬を元気に乗り切りましょう。1月の塩田町の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。1月の小児時間外診療はご覧の通りです。1月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。1月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか。寒さも厳しくなりました。暖かくしてお過ごしください。それでは次回もお楽しみに。